こんにちは。笑顔広め太郎一座座長、介護福祉士の、ついてる太郎です。このチャンネルは、私がおすすめする紙芝居、絵本を紹介するチャンネルとなっております。こちらで紹介する、紙芝居や絵本につきましては、著作者の、許可を得ておりますので、安心してご覧になられてください。よろしくお願いいたします。私は、介護施設で働いておりますが、これまで高齢者に対して、紙芝居や絵本の読み聞かせをやってまいりました。令和4年の1月からはですね、介護施設を飛び出して、地域のグリーンパークや水環境館、元気の森、少年自然の家、小学校といったところで、幼児、児童、保護者に対してもですね、紙芝居や絵本の読み聞かせをやってきております。はい。来て見ていただく方に、夢と生きる勇気を与え、笑顔を広めていきたいと思ってやっておりますので、もし近くでお見かけになったらですね、お声かけをしてください。よろしくお願いいたします。それでは今日の紙芝居、紹介していきます。今日の紙芝居は、桃子さんとオレオレ詐欺です。桃子さんとオレオレ詐欺です。出版社、紙芝居の紹介ですね。出版社はキララ書房になっておりますが、こちらちょっと倒産してしまいまして、現在埼玉福祉会でこの紙芝居取り扱っております。作家さんは中村留美子さん、定価は2400円プラス税、になっております。はい。この紙芝居だいたい10分ぐらいの紙芝居になっております。初めから最後まで見られて、よかったらですね、購入されるといいのではないかと思います。この紙芝居を紹介する理由を言います。はい、一人暮らしで、不安を抱えているお年寄りが、事前にこの紙芝居を見ておくと、オレオレ詐欺に会いにくくなるということが考えられます。もう一度言います。一人暮らしで不安を抱えているお年寄りが、事前にこの紙芝居を見ておくと、オレオレ詐欺に会いにくくなるということが考えられますので、初めから最後まで見られてください。よろしくお願いします。はい。それでは、紙芝居を始めていきます。桃子さんとオレオレ詐欺。もう1年になるのね。桃子さんの一人息子の智樹さんがアメリカに転勤してから1年が経ちました。お父さんは毎日陶芸だそば打ちだってお気軽に出歩いてるけど、いつ倒れたりするかわからないし、私だってもう年ですもの。智樹がアメリカだなんて心細いわ。早く帰ってこないかしら。桃子さんはいつも手帳に挟んである智樹さんの写真を取り出しました。この頃は良かったわね。まだ大学生の時の智樹さんです。手塩にかけて育てたのに男の子なんてつまらないわね。ふぅ。トゥルルルル、トゥルルルル。あら、電話。誰かしら。カシャ。もしもし。母さん、俺だよ。え、まさか智樹なの。そうだよ。桃木だよ。さて皆さん、質問です。これは桃木さんですか？違いますよね。でもそうとは気づかない桃子さん。まあ桃木元気？いやー、ちょっと風邪ひいててね。ごほん、声がおかしいんだよ。あら、やだ、アメリカでも風邪が流行ってるの？うん。聞いたのはアメリカだけどね、今急な仕事で日本に帰ってるんだよ。日本にいるの？でも明日には帰らなきゃいけなくてね、家には帰れないんだよ。だけど今困ったことが起こっちゃってさ。困ったことって何？実は会社の車で人を跳ねちゃってさ。なんですって人を跳ねたって？大したことはないんだけど、警察呼んだりしてる時間もないし、こんなこと会社にバレたらクビになりかねないしね。まあ、クビはダメよ、クビは。
だろう。だから示談にしてもらうことにしたんだ。母さん、悪いけど被害者の口座に100万円振り込んでくれないかな。アメリカに帰ったらすぐ返すから。100万円ですって。わ、わかったわ。そのくらいならなんとかなるわ。口座番号教えてちょうだい。わかった。間違えると困るから携帯に送るよ。でも今会社の携帯しか持ってなくて、母さんのアドレスわからないから教えて。携帯電話に口座番号が届くと、桃子さんはすぐに押し入れから茶箱を引きずり出して、着物の間から茶封筒を取り出しました。中から出てきたのは100万円の束。40年間コツコツために貯めたへそくりよ。皆さん、ここだけのお話ですが、あともう一束あります。大丈夫よ、ともきはすぐ返してくれるって言ったもの。それに利息をつけてくれるかもしれないし。桃子さんは自分に言い聞かせると急いで銀行に向かいました。普通預金の、ああもう見づらいわね、慌てて老眼鏡忘れてきちゃったわ。あのお客様、うるさいわね、急いでるの。急いでどちらに振り込まれるのですか。事故の被害者よ。息子が人をはねて、まあなんでそんなことあなたに話さなきゃいけないのよ。お客様落ち着いて、もしかしたらそれは振り込め詐欺かもしれませんよ。振り込め詐欺？息子さんはご自分で名前を言われましたか？そりゃあもちろん、ともきって言ったのは私だわ。ももこさんははっと気づいて息を飲み込みました。お客様、その振り込みはおやめになって、まずは息子さんに確認してみてください。それからでも遅くはないですよね。ええ。でも息子はアメリカなんですよ。アメリカでも電話はかけられますよね。そうよね。この携帯からかけられるんだったわ。なんで気づかなかったのかしら。桃子さんは初めて携帯からアメリカの友樹さんに電話をかけました。友樹さんはすぐに出ました。桃子さんは今あったことを話しました。母さん、それは日本で流行っている。オレオレ詐欺。日本で、つまり、振り込め詐欺に間違いないよ。俺がそんな電話するわけないじゃないか。しっかりしてよ。桃子さんは散々ともきさんに説教されました。だってともきが全然連絡くれないから心配してたのよ。もう帰ってこないんじゃないかと思って。おいおい、オーバーだな。必ず日本に帰るから心配しないでよ。それからいつでも電話して、出られない時は後でかけ直すから。ありがとう、ともき。お母さんちょっと安心したわ。もう大丈夫よ。元気でね。桃子さんはそっと携帯電話を閉じました。それから数週間後、また電話が鳴りました。トルルルル、トルルルル。誰かしら。カシャ。もしもし。母さん、俺だよ。ははまた来た。桃子さんはちょっと考えてから、まあともなの。外人かよ。ハロー、マイネームイズトム。あら、トム、声が変でクレイジーよ。ちょっと風邪ひいちゃってさ。ご飯違うでしょ。私の好きなドナルドダックの真似してるのね。そうだよ、そうに決まってるだろ。カッカッカッ、俺ドナルド、お母さん元気、カッカッって。そんな場合じゃないんだよ。変なことが起きちゃ、大変なことが起きちゃってさ。大変なこと、オーマイゴーと、何かしら。実は会社の女の子を妊娠させちゃってさ。いやだと思ったらくすぐったいわ。ああ。トムはうちの犬よ。ワンワン。あなたは息子じゃありません。チェ。待って、電話を切らないで。あなた、こんなこと考えてる暇があったら、もっと人生をまともに生きること考えなさいよ。親御さんが悲しむわよ。ガチャ。電話は切れました。ふう。
今回はなんとか撃退できたわ。これならともきに自慢できるし、お父さんにも話せるわ。ワンワン。はい。はい。お父さんが帰ってきたらお散歩しましょうね。おー、すごいね。オレオレ詐欺をやっつけたんだ。ふふ、すごいでしょ。ところで父さん、温泉旅行にでも行かない？桃子が旅行に行こうなんて珍しいね。もちろんお供しますよ、桃太郎さん。じゃなかった。桃子さん、ワンワン。まあ、やだ、お父さんたら。桃子さんは、これからは人生悔いのないように楽しく生きていこうと決めました。おしまい。桃子さんとオレオレ詐欺でした。もう一度紙芝居の紹介をします。題名は、桃子さんとオレオレ詐欺。桃子さんとオレオレ詐欺。作家は、中村ルミ子さん。作家は中村ルミ子さん。定価は2400円プラス税。2400円プラス税になっております。キララ書房から出版されていましたが、現在、埼玉福祉会の方で、取り扱っております。電話番号は 048-481-2181、048-481-2181 になっておりますので、こちらに、かけて、お買い求めください。もし早く、手に入れたい方は、インターネットで、お買い求めになるといいんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日ご紹介したのは、笑顔広め太郎一座座長、介護福祉士のついてる太郎でした。ありがとうございました。はい、このように、おすすめの紙芝居や絵本を月一度以上のペースで、紹介していきたいと思っておりますので、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではまた。